何やってる何やってる、いや難しいなカメラ、何俺が入ってる、最近ね、写真部に入ったのよ。写真部、そう、可愛い女の子が写真部にいて、ちょっとね付き合いたくて入ったの、入ったのやましい目的じゃん今度ねカラオケに行くことになったの一緒に。ただその子に好きな曲何って聞いたら、シャッターって言われて、この間歌ってみたらすげえ難しくて、だから春先生に今日はちょっと歌い方を教えてもらいたくて。あーなるほどね。そう、シャッターが落ちるみたいに君を聞き取って恋に落ちて、全ての時間を君だけに使えばよかった。きつい、後半持たないね持たないよ。サビの入り口のところからさ、エネルギー使いすぎだよ。ガーって使ってるエネルギーを、もう少し減らしても歌える方法を作っていけばいいんじゃない。ほう、手を口の前にこう持ってってみて、するとすげえ自分の声大きくなんない。あーそうっす ね、 ね、あんまり大きい声出すとうるさくなっちゃうから、はい、ボリュームをちょっと落とすイメージで、ノー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 、この感じで、シャッターが落ちるみたいに、シャッターが落ちるみたいに、おって話に、シャッターが落ちるみたいに、ほら、で最後まで歌ってみ、シャッターが落ちるみたいに君を切り取って恋に落ちて、全ての時間を君だけに使えばよかった。お、歌い切れた、いけたいけた。ただね、ゆうりくんって、もっとなんか、みたいな歌い方をするのよ。あ、だからなんかこれだと歌えてるんだけど本人っぽくないのね、なんか、うん、なるほどね。そう、じゃあビフォーね、うん、シャッシャッターが落ちるみたいに、子音をはっきり言うの、アフター、シャッターが落ちるみたいに、お、なるほどなるほど、ぽくなった。シャッターが落ちるみたいにみたいなこと、そうそうそう、お、確かに近づいたでしょ。 OK、 じゃあこの感じで口説いてくるわ。シャッターが落ちるみたいにシャッターがシャッターがあれじゃ自撮り部だよな。おい高橋、チャンネル登録しろよお前。ちょっと待って、純くんダメだよそんな言い方したら。言い方気をつけないと。